リオス、こちらハイペリオ、状況を報告せよ。報告します。敵兵は確認できません。任務危険度1級、確認を求めます。任務続行。了解しました。安全装置解除、ハッチを開きます。こちらヘリオス、巡航軌道に入ります。エアロック、減圧完了、油圧正常、観察班確認完了、出撃スタンバイ。バルキリー、降下開始まで10、9。目標の戦艦に到着したよ。姫
どうしたらいい？真面目に聞きなさい。2時間前、正体不明の戦艦が青海市上空に突如出現したわ。戦艦の制御ネットワークにアクセスを試みたけど、ファイアウォールに阻まれて突破できなかった。そこで、あんたの任務は艦橋に向かい、中央コンピューターに直接アクセスすることに。簡単そうな任務だね。ねえ、艦橋は戦艦の中央よ。戦艦の入り口は封鎖されているから注意しなさい。 B3、B8、B17 の3エリアでロックを解除すれば戦艦内に。了解。でもちょっと遅くなっちゃうかもね。おでゾンビと崩壊獣、強くはないけど甘く見ないことに。 OK。半年前までは候補生だった B 級バルキリーのくせに。
でもそれだけ自信があるってことは支援は不要ってことね。なんだ、当然でしょ。よし、それじゃあメイを帰還させるわよ。私弾薬が足りないみたいだから、メイ先輩の支援はお願いするね。あら、おかしいわ。こっちにはあんたの弾薬残量が十分と…20秒前までは結構あったの。なんだね、一体何をやらかしたのよ。少佐、あまりからかわない方が。キアナちゃん、戦艦の甲板についたよ。B3 前で合流しよう。来た来た、メイ先輩がいれば力がみなぎってくる。変態みたいな顔してるわよ。メイ。はい、少佐。一生ジョージのラーメンを食べたい。仲間を連れて行かないの？
技を教えてあげるんだよ。だから攻撃ボタンを押したらそこで長押し。今だよ、攻撃ボタンを長押し。あいあいさこれは分布攻撃って言って、うまく使いこなせるとバルキリーが長。愛ちゃんのプレゼント
クしてない？新しく着艦したバルキリーはまだまだ経験…愛ちゃんが艦長を指導してきたようにクエストで集めた素材はバルキリーの成長に…バルキリーはクエストで経験値を獲得して強く…エクセレント！でもこれで強くなったわ。新しいクエストがあるかどうか、ここをタップするとクエストまでショートカットできるよ。新しいクエストがあるかどうか、ここをタップするとクエストまでショートカットできるよ。これ以上手加減しないわよ。始まってから30秒も経ってるのよ。おバカにも程があるわ。バルキリー資格試験半年前に受けなかった。何をバカなこと言ってるの。あんたはまだ候補生でしょ。早く模擬崩壊獣を倒さないと不合格になるわよ。わかったわかった。使いこなせば戦闘が有利になること、もうお分かりかな。